はい、1年です。今回はですね、北谷町にあるアラハビーチを紹介していきましょうね。北谷にはね、2つ有名なビーチあって、1つ目はね、前回紹介したサンセットビーチですね。アメリカンビレッジのすぐ隣にあるビーチなんですけど、ここはまあね、すごい有名なんでね、みんな行ったことあるかなと思うんですけど、もう1つね、那覇の方、まあちょっと那覇方面、北谷ではあるんですけど、ハンビータウンとかね、そこの裏手にあるようなところなんですけど、アラハビーチっていうね、ビーチがあるんですけど、今回はね、そこを紹介していこうと思いますんで、ぜひ最後まで見てくださいね。はい。で、このアラハビーチのね、特徴なんですけど、3つあります。まずね、1個目が一番ね、特徴なのが、マリンスポーツがすごい充実してるよっていうところなんですね。これ多分ね、中南部、那覇とか北谷とかね、この、まあ、都会ですよね。栄えてるところの中では多分ね、一番充実してるんじゃないかなと思います。充実してるっていうのは、できる種類が多いっていうことですね。マリンスポーツの範囲、できることいっぱいあるよっていうのが1個目で、もう一つがね、今も見えてますけど、公園、遊具のある公園、すぐ目の前がビーチになってるっていうのが特徴です。もうね、子供遊んでますけど、遊具があってね、子供も遊べて、まあちょっと後から出てきますけど、バスケットコートとかね、そういうのもあって、芝生もあってね、すごい広くて遊べるんですよね、いっぱい。だからそこがまずもう一つのね、ポイントですね。で、最後にね、ここはね、結構ね、サンセットビーチだったら結構観光客も多かったりとかするんですけど、アラハビーチはどちらかっていうとね、地元の人が多いです。で、地元の中でも米軍基地で働いてる外国の方とかね、それはね、多分でもサンセットビーチよりは全然こっちの方が多いです。で、うちなんちもね、結構アラハビーチに行くよっていう人も多いぐらい、やっぱ地元の人たちが多いっていうようなビーチになりますね。で、今も見えてますけど、この道があるじゃないですか。この道がね、まあ散歩コースになって、まあもうウォーキングコースになってて、これ実はサンセットビーチまで繋がってるんですけど、アメリカンビレッジの方はね、ここも通って散歩し、近くの人が散歩してたりとか、夕日がまあやっぱ綺麗なんで、そこを座りながら見てたりとかね、あとはもう本当に単純にね、バスケットボールとか、さっきの遊具で遊びに来たりとかっていう感じで、地元の人たちがいっぱいいるっていう、そんなビーチになってますので、ぜひね、そこも、まあ、地元の雰囲気味わいながら、しかもね、アメリカの人たちが多いってことで、リゾート感もね、感じられるんで、ぜひおすすめなのでね、はい、最後まで細かいところも見ていってくださいね。はい。で、このチャンネルでね、やっぱり、ね、ビーチとかね、海とかっていうのはやっぱりね、動画の方が伝わりやすいと思うんですよ。なので、沖縄の観光地とかね、そういうビーチとかね、今ビーチ特集してますんで、いろんなビーチもあってますんでね、ぜひ他の動画も見てもらえればなと思います。はい。じゃあね、アラハビーチのね、基本情報を紹介していきましょうね。遊泳期間がね、4月の上旬ぐらいからね、まあ11月ぐらいまでっていう感じになって、まあ台風とかの影響でいろいろあるとは思うんですけど、大体4月か11月、まあちょっと長いですよね。10月っていうところが多いんで、結構長いと、あと遊泳時間、これ海に入れる時間ですよね。これが朝の9時から6時までで、ね、このチャンネルではね、まあ、毎回説明してるんですけど、ビーチは、ね、沖縄のビーチって利用時間っていうのがあるんですよ。なんでかっていうとね、うちなんちゅってね、泳ぎに行くだけじゃなくて、バーベキューしたりとかね、さっきも言ったんですけど、公園で遊んだりとかもいっぱいあるんで、利用する時間っていうのはまたちょっと長いんですよね。なので利用する時間は夜の7時までってなってるんですね、アラハビーチの場合は。はい。なのでまあいっぱい長く遊べるよっていう感じですね。はい。で、あとはもう、まあ、施設ですね、まあ、シャワーもあるし、ちゃんとあるし、トイレもあると。で、更衣室もあるし、あと売店とかカフェもあるしね、やっぱ北谷だからね、カフェがあるっておしゃれですよね。で、今も見えてますけど、沖縄ネット、クラゲが来たら危ないからってことで、そのネットとか、あと監視員もちゃんとついてるっていうこと、あとバスケットコートが後から見えてきますけど、ちゃんと後ろの方にあります。アラハ公園ね、公園の前にあるんでね、公園の中にビーチがあります、コートがありますんで、ね、それもあるという感じですね。はい。で、あとね、やっぱ今見てもらってもね、そうなんですけど、やっぱ外国の方々いっぱいいますよね。これ地元の多分外国の方なんですけど、やっぱり、ね、ほとんど外国の方です。今回移した時はね、それぐらいね、やっぱ馴染みのあるところなんですよね。で、まあ、さっきもねちょっと出てきたんですけど、後ろの方にねマンション移したと思うんですよ。あそこってね、米軍の方専用の、マンションになってるんですよ。だからもうすぐ目の前がね、ビーチだから、まあやっぱみんな来るしね、米軍基地も近いしね、やっぱ地元の北谷の地元の人たちも来るし、やっぱ
地元感強いビーチですよね、ここは。うん、続けましょうね。あとはレンタル用品ね。これは、まあ、各種ボールね。ボールも借りてます。バスケットコートあるよってさっき言ったんですけど、バスケットボールとかサッカーボールとかバレーボールとか、こんなのも、300円で借りてます。で、あとは浮き輪も大小借りて、400円、600円っていう感じですね。で、パラソルとかマット、ベッドとかチェア、全部ちゃんと借りてるようになってるんですけど、ここはね、パラソルとかもね、800円だったりとか、まあ、チェアもね、350円で借りれるんですよ。これね、まあ、僕もいろいろ回ってますけど、やっぱね、安いです。っていうか、まあ、普通ね、チェアとかも1000円から1500円ぐらいするんで、だいぶ安いです。だいぶ安い。だからね、本当にね、地元価格ですね、ここはやっぱり。うん、だから結構ね、ここで借りるんだったらいいかなと思いますし、今、後からもね、全体像見えますけど、砂浜がすごい広いんですよ。だけど、砂浜のところ、日陰が全くないんですね。まあ、上の方にね、東屋っていう三角の吹き抜けのところが結構いっぱいあるんですけど、そこでみんな休んでるんですよ。だからね、これぐらい安ければ、パラソルもまあ800円ぐらいなんで、まあ、何名かで来ればね、パラソル借りて、ちょっとこの辺りでね、くつろぐっていうのはいいかもしれないです。結構まあ見てたら持ち込んでますね。まあ地元の人だからね、持ち込んでる人もいっぱいいるなって感じですね。はい。で、まあ、ここはバーベキューもできます。人工のビーチは大体沖縄のビーチはもうバーベキューできるんで、で、まあ何名からプランっていう形で分かれてたりとか、あとまあその場所代を払ってやると。で、機材はもちろん貸してくれますし、一人ね、いくらっていうコースを頼めば、ちゃんと機材全部付きで、手ぶらで行けるよっていうのは、もう他のビーチと一緒ですね。でただね、アラハビーチ、ちょっと特殊なのは、持ち込みっていうこともできるんですよ。普通持ち込みさせないんですけど、ここはね、もう場代だけ払って持ち込みもできるっていう、ちょっとね、またここもね、特徴的なビーチなので、ぜひね、持ち込んでね、いっぱいもう高い肉も焼いてから楽しみたい安さっていう人たちは、まあ、ぜひね、ビーチパーティーもやってほしいなと思いますね。はい、で、一番最初にね、特徴としてお伝えしたマリンスポーツなんですけど、いや結構ね、他のところだとバナナボートだけとかね、そういう感じなんですけど、ここはね、マリンスポーツが、バナナボート、パラセール、グラスボート、マリンジェット、カヤック、イカダ釣り、サップ、シュノケングっていう、まあ、8つ以上できるらしいんですよ、ここで。予約してる。しかもね、これね、全部ね、組み合わせたセットのものとかもあるんですね。だからちょっと価格はね、見ていただきたいんですけど、これぐらいね、いろんなものができるっていうのはね、中南部では、まあ、ほとんどない。ないですね。だからもう、グラスボートまで見れて、あとまあ、イカダ釣りまでできますからね。だから、まあ、釣れるかどうかわからんけど。だけど、これぐらいできるところっていうのはなかなかないんで、これ、都会の中でね、マリンスポーツもがっつりやりたいってなったら、やっぱりね、もうアラハビーチしかないなっていう感じなので、ぜひね、マリンスポーツがっつりやりたい人は行ってみてくださいね。はい。で、今も見えてますけど、本当にね、影がないんですよ。で、ずーっとね、700メートルぐらいね、ずっと続いてるところで、まあ、遊泳区域は手前のさっきのところまでなんですけど、ここでもね、全然まあ、ビーチサッカーしたりとかでも遊べるようなところになってますね。でここからはね、もう公園のところを移していくんですけど、まあ、今見えてるようにね、今バスケットやってるじゃないですか。これもう利用料無料なんで、そのままバスケットボール自分で持ってきてもいいから、まあ、そのままプレーできるんですけど、ここでね、僕も知らんかったんですけど、もうインスタやっててね、でアラハビーチにね、伝説のおじいますよねっていうのを言われて、知らなかったんですけど、最近ね、新聞にも載っててね、有名なおじいがいるらしいんですよ。だから何が有名かって言ったらね、このスリーポイントを、まあ、ここでね練習してからね、毎日で、それでまあ、たまたま来る外国の人とかが、外人とかがよく地元の外人とか来るんで、その人たちにね勝負しようって言ってからね、スリーポイントの勝負するらしいんですけど、その辺でね500連勝自分でしてるよっていう人がいてね、デイジ強いらしい、上手らしいんですよ。で YouTube にね動画も出てるんでね、ぜひ見てほしいんですけど、このおじいがね、まあ、いるんでね、もしねアラハビーチ行ってからバスケットボールちょっと得意な人なら、ぜひ勝負申し込んでほしいなと思って、うん、やりますよって言ってたんでね、多分いたらやると思いますよ。はい、デイジ上手らしいから、マイケル・ジョーダンにも勝つよって言ってるらしいんでね、ぜひやってみてくださいね。はい、まあ、こんな感じでね、紹介していったんですけど、まあ最後にね、ここのね、後ろ側に一番最初の時にね、ところの動画の最初のところに船が見えたと思うんですよね。
これがね、あのインディアン、なんだっけ、インディアンオーク号っていうのがあのを再現したらしいんですけど、これね、1840年にね、あのヨーロッパの、ね、インディアンオーク号っていうのがね、あのこの北谷の海で、ね、座礁したらしいんですよ。でその時にあの、まあ、乗ってた人たちを、まあ、保護してね、であのご飯とか食べさせたり、あのちゃんと45日間保護してね、でそれであの船でまた戻したっていうのがね記録に残ってて、それを記念にしてちゃんと作られたっていうところがあって、結構ね歴史深いところでもある、うん、でね、それとまた、まあね、公園にもなってて、でいろいろ遊べる遊具もあってっていうのでね、まあ、なんかねいろんなね地元の感がある楽しみ方ができるようなアラハビーチって、そんなねなんか面白い場所なんでね、うん、地元のおじいもいるし、あのなんかね外国の人たちもバンナいるし、で地元のうちもいっぱいいるし、あのなんかねすごい雰囲気のいい、でリゾート感があって広くてね開放感のあるそんなビーチなので、ぜひね中部行った時はマリンスポーツもが釣りできるんで、ね、一日中遊べるからぜひ行ってほしいなと思いますね。はい、はい、今回は以上になります。このチャンネルではね、まあ、今ビーチ特集っていう感じで沖縄本島にあるねビーチをね今ね、まあ、50以上ぐらいもあってね、あの一つずつあの、まあ、雰囲気とかね、あと、まあ、こんな基本情報とか遊び方とかねっていうのをうちなち目線で紹介してるんですけど、その他にもね沖縄旅行のことだったりとか、あと地元ね、まあ、沖縄ってこんな感じだよとかね、あとは、まあ、あの移住のこととかを、まあ、うちなちの目線でねあの紹介してるチャンネルですので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上です。